虫けらにしてはよくやる。どうだ、今からでも遅くはない。我に使えるか。断る。どれほどの苦難が待ち受けようとも僕たちは戦い続ける。決して貴様のようなものには屈しない。国に乗るな虫けらめ。神に逆らうとはその罪、死して償うがよい。させません。あなたは。なーに情けない顔してんの。ほら、さっさとあんなやつ倒しちゃいなさいよ。どうして。言ったでしょ、私はあんた、あんたは私。あなたのしたいことは私のしたいこと。そうでしたね。力を貸してください。ええ、もちろんね。力だというのか。サマリル。これ式のことで。ある限り我が滅びることはない。残されたわずかな時間を存分に楽しむがよい。あの力は、マキに力が戻ったのか。はい、彼女が力を貸してくれたんですよ。
ミラ、ありがとう。じゃあね、あたし。さようなら、あたし。世界が滅ぶときに、いつか、きっと。レオン、この後はどうするつもり？もちろん、トライゾン城塞へ向かいます。僕たちには、まだすべきことがあるから。これすら一つの終わりに過ぎず、まだまだ先は長い。これからもっともっと忙しくなるのね。こんなんじゃ日にならないくらいかもな。それは困りますね。きちんと副隊長に働いてもらわないと。おいおい、勘弁してくれよ。テルラはどう？ここで感想を言えと言うんですか？テトラちゃんは意地悪ですね。でも思っていた通りの素敵なところでした。本当はもっと美しい場所なんでしょうね。また元に戻せばよいのですよ、私たちの。はい、そのつもりですよ。あ、そういやこっち来たら盛大にご馳走してくれるんだったっけ。そうですね、ローストチキンなんていかがですか。これ、届けさせてもらいますよ、あなたたちの未来。行きましょうか、レオン。帰ろうぜ、兄ちゃん。ああ、帰ろう、みんなで。我らの背には多くの民の命があることを忘れるな。何としてもここで魔物の侵攻を食い止めるのだ。たとえこの命尽きようとも。これは、この声は最高神レニオン。おお、光は、神は我らをお見捨てにならなかった。我らには光の加護がある。闇を恐れず奮い立て。勝利は我らの手に。エルネスト、いや、サマリルか。
神を名乗るには物足りぬな。所詮まがい者の力にすがる哀れな羽虫だが、やりすぎたな。ミーメリアがよもや剣の力を導き出そうとは、レニオめ、気づいたか。まあよい、時間はいくらでもある。そう、無限にな。ではエルネストは、いや、サマリルを撃ったのだな。手応えはありました。ただおそらくは闇の軍勢の動きが鈍い。致命傷を与えられずとも手傷を負わせたのは確かだろう。よくやってくれたな、レオニス。いえ、私の力だけではなく、みんなの力があったからです。私一人では何もできませんでした。良い顔になって戻ってきたな。お前の父の若い頃を思い出すようだ。まだ闇の軍勢の脅威が去ったわけではない。お前の力、これからも貸してもらうぞ。はい、私の力がお役に立つなら、父と母、そして多くの人々の意志がこの剣には宿っています。私はその意志を受け継ぎ、この命果てるまで戦いましょう。この剣にかけて。それが最後。多くの者がその命を落とし、我らに託された最後の希望。どうやら本来の魔力は失われたようだな。だがそれでいい。力とは内より出ずるもの。最後の時、本来の力が戻ったのは、お前の心にその剣が応えたからであろう。誓いの封剣、悪しき心を良き心により封じる剣。これからはそう呼ぼう。誓いの封剣。それに希望ならば私の眼前にあるからな。新たな命を紡ぎ、次の世代へとつないでゆく。お前たちこそ希望なのだよ。私たちは希望。誰かを思い、命を感じられるからこそ人は戦えるのだ。その大切なもののために。今は戦いを忘れ、疲れを癒すがよい。生という戦いはまだまだ続くのだからな。